野球というスポーツはアメリカにおいて紳士のスポーツの部類であり、日々練習を繰り返し勝利を収めるために選手全員がフェアプレーで競技します。だからこそ野球はファンからしてみれば非常に面白くかつ盛り上がるスポーツだとファンの皆様ならわかるでしょう。今回はメジャーリーグにおいて暗黙のルールと言われているものをご紹介しようと思います。それではレッツプレイボール。投手にとって完全試合というのはそうそう達成できるようなものではない、非常に栄誉なことですが、それをバントヒットで阻止されたとなると、たとえそれで勝利したとしても後味の悪い勝利になってしまうでしょう。日本ではこの事例はないのですが、メジャーリーグでは完全試合をバントヒットで阻止され、それが物議を醸した事例があります。2001年5月、ダイヤモンドバックス VS パドレス、ダイヤモンドバックスの先発シリング投手が7回までノーヒットノーランを続けていました。8回裏、デイビス選手がセーフティーバントを成功、内野安打でその記録は途切れてしまいます。試合は結局ダイヤモンドバックスが3対1で勝利を収めたのですが、試合後ブレンリー監督はデイビス選手をチキン野郎と批判し物議を醸しました。日本では近年ではノーヒットノーランをめぐるいざこざは起きていませんが、将来このような掟破りは起きないことを祈ります。あ、もちろんノーヒットノーランを達成させるために隠し玉なんていう卑劣な真似をした場合には、選手だけでなくファンからも相当なブーイングが飛び交うことは間違いなさそうですね。これは日本においてはよくあの場面で打ったなと褒められる場合も多々あるのですが、メジャーにおいてはこれは暗黙のルールで禁止されています。ここまで点差が開いてしまえば、正直ファンからしてみても勝ち筋が見える場合なんてほとんどなく、諦めムードが漂ってしまいますね。そんな状態でもはやストライクも入らず、投手自身も降参しているかのような球でいきなりホームランを放ってしまうのは侮辱している行為だと捉えられてしまいます。実はこの行為をしてしまったせいで報復を受けた選手が日本人にいました。現在の日本ハムファイターズの監督でありエンターテイナーのような選手であった超がつくほどのポジティブな人物といえば、もはや語る必要もありませんね。そう、新庄剛志さんです。5月、ニューヨークメッツに所属していた時のことでした。マイアミマーリンズとの試合においてメッツは11対3と大量8点のリードを奪います。その8回、新庄選手は3ボール0ストライクのカウントから投球されたボールをフルスイング、見事スタンドに飛び込むホームランを放ちました。この行為、おそらく日本のネットでは死体蹴りかよとネタにされるだけで済むでしょうが、本場メジャーではそういうわけにはいきませんでした。その翌日、新庄選手が出場した際に被弾した同じ投手の姿が再び現れます。おそらくこのルールを知っている人々ならこうなる事態は予測していたでしょう。新庄選手は初球から左肩に強烈なデッドボールを食らわされます。そう、これはまさしく暗黙のルールを破ってしまった新庄選手への報復行為でした。それがトラウマになってしまったとあの明るい新庄選手ですら語ります。メジャーでの慣れがあってねと言い、日本球界に復帰した2004年の頃にはカウント3対0からは打つことができなくなってしまっていました。日本においてホームランを放てば選手が固有のパフォーマンスを披露することがあります。有名なところで言えば松田宣浩選手がホームランを放った際にベンチの前で大きく吠えるポーズや、ロッテに所属しているレアード選手の通称お寿司ポーズなんかが有名ですね。こちらは派手ではないのですが、しかしメジャーにおいてこういったパフォーマンスは相手を侮辱しているという意味合いで取られることがあり、その後報復としてデッドボールを当てられたり乱闘に発展してしまうこともあります。
2009年9月、ミルウォーキー・ブルワーズに所属していたプリンス・フィルダー選手はサヨナラホームランを打った際に味方チームメイトに並んでもらい、それをボーリングのピンに見立てて一斉にひっくり返すというパフォーマンスを行いました。この行為はその時の対戦相手であったサンフランシスコジャイアンツの投手を打ちのめされた相手に追い打ちをかける傲慢な行為と捉えられてしまい、半年後の2010年3月、オープン戦でフィルダー選手はジャイアンツのバリー・ジド選手から報復支給を受けてしまいました。他にも2021年7月というかなり直近の試合でも、シカゴ・ホワイトソックス VS ミネソタ・ツインズ戦の9回で11点差という大差をつけられたツインズサイドは、内野手のウィリアンズ・アストゥディーヨ選手をマウンドに送ります。これは事実上の降参であったようですが、ホワイトソックスのヤーミン・メルセデス選手はわずか時速76キロ程度しかないストレートを強振しホームランにしてしまいます。しかもその際のカウントは3対0。つまりこの試合でホワイトソックスは2つもタブーを犯しているということになります。これについて怒りを表したのはホワイトソックスの指揮を取っていたトニー・ラルーサ監督でした。トニー監督はホームランを打ったメルセデス選手を激しく叱責、その翌日もツインズでリリーフとして登板したタイラー・ダフィー選手に背中を通る危険球を投げられてしまうのでした。監督に怒られるだけでなく、報復としてビーンボールまで投げられるなんて、メルセデス選手はきっと自分の行いを激しく後悔したでしょうね。もし乱闘が起きてしまった場合でも、実はちゃんと暗黙のルールが存在します。それは全員参加というルールです。しかしこれは全員で乱闘に参加して相手をやっつけろというわけではありません。あくまで乱闘を止めるために全員参加という意味です。メジャーリーガーはみんな体も大きく、力も日本人に比べてはるかに強い選手が揃っています。そんな中で全員参加で乱闘なんかしてしまったら、それこそ怪我人が続出してしまいます。そうならないためにも、乱闘が起きたら全員がベンチから飛び出して怒り狂っている選手を止めたり、仲裁に入って戒めたりしているんですね。最後に、これは暗黙のルールとして定められているわけではありませんが、メジャーの恒例行事として番外編で取り上げたいと思います。サイレントトリートメントをご存知の方は大半だと思いますが、これはメジャーリーグにおいてルーキーや外国人など一軍で1年目の選手がホームランを打った時にチーム全員で無視を決め込むという恒例行事です。かつては大谷翔平選手もこのサイレントトリートメントの餌食にされてしまったということで、日本でも話題に上がりました。2018年、大谷選手がメジャーリーガーになって1年目のことです。4月4日、大谷選手は初回にメジャーリーグ第1号となるスリーランを放ちます。意気揚々とベンチに戻ってくる大谷選手を待っていたものは仲間たちの手荒い歓迎ではなく、そっけない態度でした。それを見た大谷選手は、あれ?という表情、ホームラン打ったよ?というようにチームメイトの肩を揺さぶります。それから一泊置いてから、チームメイトは大はしゃぎしながら大谷選手へと第1号の祝福を施しました。メジャーにおいて1年目の選手にこういったいたずら的なものは恒例の儀式。こうしてメジャーリーガーとして一人前になれるんでしょうね。それにしても肩を揺さぶる大谷選手は非常に可愛かったです。いかがでしたでしょうか。メジャーリーグでも野球の試合は常にフェアプレー、相手をリスペクトして正々堂々と試合をすることを良しとしているようです。そんな野球だからこそ面白くて虜になってしまうのかもしれません。皆さんも他にもこんな暗黙のルールがあって
こんな報復が行われたなど知っている方は、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。